土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域とは何ですか？はい、土砂災害が発生する恐れがある土地を明らかにしたものが土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域です。警戒避難体制の整備などソフト対策を推進することで、住民の命や体を土砂災害から守るため制定されたものになります。土砂災害警戒区域はイエローゾーンと呼ばれ、土砂災害に警戒が必要な区域です。土砂災害特別警戒区域はレッドゾーンと呼ばれ、より危険な区域となります。開発行為の許可が発生したり、建築物の構造規制、移転勧告が図られます。土砂災害は崖崩れ、地滑り、土石流がありますので、何に対して危険なのかが分かるように、ハザードマップには、急傾斜、地滑り、土石流の3つの区分が明記されています。急傾斜は崖崩れが危険なところになります。